んちゃん203です。今日はロバールのステム一体型ハンドルバーアルピニストコックピットの紹介をします。今回僕が買ったのはハンドル幅が 400mm でステム長が 90mm のものです。もちろんフルカーボンです。まあ、特にエアロっていうのはあまり意識されてないというか、ケーブル類は内装する形にはなっていません。まあ、その代わりかなり軽量に、作られてますね。こういったハンドルとステムが一体型なので有名なのは、トレックのボントレガーの、トリプル X インテグレーテッドバー&ステムっていうのがあるんですけど、まあ、僕も何回か使ってるんですけども、それはもう本当に軽さに特化してて、ステムとハンドル合わせて、まあ、224g とか 230g とかそのぐらいの超軽量になってますね。こちらの方がもう少し多分剛性を考えてなのかもしれないですけど、少しコンパクトなサイズなんですけども、重さはトリプル X より少し重めになってますね。早速測っていきたいと思います。では重量測っていきたいと思います。254g ですね。ボントレガーのトリプル X よりは重いですけども、いわゆる普通の一体型ハンドルの中ではかなり軽い重量となってます。今回はスペシャライズドのブランドロバールのステム一体型のハンドルバーアルピニストコックピットの紹介をしました。いかがだったでしょうか。これを、5000円 の、 あのフレームの方に組み付けて、さらなる軽量化を目指していきたいと思います。楽しみにしていてください。それではまた。